シミチャンネルのシミでーす。こんにちは。疲れてます。はい。今回はノコギリクワガタの幼虫のセッティングをします。これは、ダイソーかな、これ300円、ダイソーで300円で買ったものに穴をこれで開けました。でまずはこの中に、この中にですね、よいしょ、ノコギリクワガタ用のファーマーズさんですね、プログレードシリーズを5リットルですね、まず入れます。こんな感じでやっぱりクワガタ用のマットなんで、カブトムシ用のマットとは随分違ってですね、発酵があまり進んでない、黒くなってない状態ですね。それにプラスアルファ、ノコギリクワガタ用のプロシリーズですか、より、まあ、若干、クヌギジャンボ昆虫マットの 4.5 リットルを、混ぜていきます。平田クワガタに関しては、パラワンとスマトラが好きで、アルキデスだとかその他の代用平田だとかですね、いうのはあまり好きでは、好きっちゃ好きだけど、まあ自分の中でランキング付けした時にパラワンが2位、スマトラが1位という感じで、ヒラタはその2種を飼育します。で、気になるノコギリクワガタなんですけれども、このクヌギジャンボ昆虫マット、これも発酵とか進んでないですね。で、ちょっと粗めですね。この粗めのものとノコギリクワガタ用の微粒子のマットを混ぜてやると、ちょうど幼虫が一番好んで食べてくれるので。でノコギリクワガタに関してはですね、クワガタに関しては私の一番好きなノコギリクワガタを用意してます。ズバリ、みんな残念がるかもしれないですけれども、アマミノコの幼虫ですね。間違えた、トカラノコだ、トカラノコだぞ、トカラだぞ。ちょっと待ってよ、俺なんか間違えて買ってるんちゃうか。アマミとトカラやんけ、これ。あかん、間違えてしもうた。アマミを3匹、トカラを2匹、アマミ4匹か。やべ、もういいや、これ。もう疲れてるからさ。私の一番好きなノコギリクワガタなんですけれども、アマミノコですね、日本で一番大きくなるノコギリクワガタで、東南アジアにいるノコギリクワガタ、ファブリースノコだとか、ウォーレスノコだとか、ギラファノコ、あれ、ノコギリっぽくないじゃないですか。色は綺麗かもしれないけれど。で、形があまり、フォルムがあまり好きじゃないんですね、私は。だから、日本のノコギリクワガタがかっこいいと。強く湾曲した、顎ですね。あれの、最強の、
実はノコギリクワガタ、私の中でのあのかっこいいと思うノコギリクワガタのランキングでは1番がですね、ウムハンギノコなんですよ。あの似てますよね、形状が。しかも 7.5 センチを超えるともう迫力が半端ない。ちょっと日本のノコギリもいいですが、やっぱり奄美がちょっと劣勢になっちゃうかなっていう。2番目が奄美のこと。でアフリカのミラビリスが来て、次にトカラと。なぜトカラを、なぜトカラが入ってるんだろうか。まあ、トカラの子のいいところは、あの色がすごく黄色みを帯びてかっこいいとこなんですね。ですので、トカラの子がなぜか2匹、ま、混ざってしまっているので、トカラの子が2匹混ざっているんですが、羽化した時に、羽化した時に判別可能なので、オスもメスももう一緒に入れます。この 9.5 リットルのマットの中に一緒に入れちゃいます。ちなみに私の中のオオクワガタのランキングなんですけれど、トップがですね、難しくて、アンタイウスの、まあ、インド産のアンタイウスとグランディスがこの甲をつつけがたいほど好きですね。 1.5 リットルの水を、これも蒸留水です。水道水にカルキが含まれているので、ろ過したものを、リバースオスモーシスでろ過したものを、 RO フィルターですよ、リバースオスモーシス 1.5 リットルこれで全部入れます。あとリバースオスモーシスのすごいところは、 RO フィルターのすごいところっていうのは、海水を純粋にしちゃうんですよ。変態ですよね、 RO フィルターって変態なんですよ。なんでそんなフィルターがあるんだって。人間はなんでそんなものを作った。まあ飲み水、海水から飲み水にできるんで、それぐらいもうほぼ 100% H2O 水になってしまうと。恐ろしいフィルターを使った、恐ろしいフィルターを使った純水を入れてます。でクワガタなので、あの押し詰めてやってですね、詰めてやって、ギュッギュッに固めてやってですね、固めてやって、このままもう羽化に持っていければなと、なと思ってます。奄美、まずは奄美からいきますね。奄美1匹目、あのクワガタってすごく簡単に、雌雄判別ができるんで、お尻に卵巣が2つ見えるんですよね。卵巣かどうか知らないけど、まあ、適当なこと言ってますけど、お、オスですよ。あ、メスでした。すみません。見えますかね、この黄色い。このお尻のところに黄色いのがあるんですよ。これね、黄色いのが2つ両側にあるんで、メスですね。しかもこれ、3連でしょ、これ。
この中に、はい、1匹目入れました。メス1匹入れました。偏るんじゃねえぞ。はい、うわ、メスでした。偏ったな。よく偏るね、これ。本当に。ショップの人、わざとやってんちゃうかみたいな。ほら、黄色い。黄色いのあるでしょ、ここに。これメス。メスメス、アマミはメスメス。あと2匹しかいない。偏るね。オス出てこい。オス頼むよ。オス、これは鍛えたいですね。これ、うん、ここいっぱいしてある。あ、来ました、オス。え、メスやんか。この黄色いのありますから、ここに、え、黄色いのがあるので、メスっぽいですね。なんちゅうこった。もう最後の賭けだね。一個、おお、これはもう間違いないでしょ。これは間違いないでしょう。この大きさからして間違いないでしょう。オスですよ、これは。もう何年もですね、してないので、ここにオスを入れて4匹、まあオス1匹、メス2匹、メス3匹という非常に理想的な、ちっちゃく浮かしてくれても、来シーズン卵をいっぱい取ってという感じにしようかなと思ってますね。これ、あ、あっとっと、見えないね、こいつらね。これをちょっと上かぶせてやって、で、こっち側に、トカラ、間違えて買ったトカラ。何故トカラなの、もう意味がわからない。トカラを買ってしまっとるな。はい、ほら、間違えちゃった。これでオスメスが取れればもうバッチリなんですけどね。まあ、まず1匹目、さあどうなるか。うわ、なんだこれ、ちっちゃいな。ニレだよ。だけどオスでした。オスです。間違いないです。2例の方が分かりやすいです。これでオスが出たらたまんないなぁ、とから。アマミはちょっと揃ったんですけど、とからは、メスが、しかもすげえ高いよね、これ。とからのくせに。来た来た、メスだ、完璧。もう、完璧ですよ。この前、千円くじ、ヘラクレス千円くじで、2000円で当たった、これメス、完全メス。もう完璧だ。もういいことなし。はい、ということで、これでもう、完璧です。これで完璧です。はい。これで、ノコギリクワガタの、幼虫飼育セッティング完了です。5月4日
これで、ちょっと時間を置いてですね、動画をアップして情報を、ね、提供していきたいと思いますので、もしよろしければ引き続き見てください。ではまた、はい。